コチゾウです。そしてチビゾウです。ひくちん成人、今年成人を迎えた諸君、おめでとう。18歳からが成人対象になった影響で、成人式から20歳の集いに名前が変更された地域もあったみたいですね。そして毎年この時期になると話題になるのが、北九州の成人式だよな。相変わらずぶっ飛んでんな。今年もエンジン全開でよろしくって感じだな。もはや無形文化遺産なんだよな。だが安心してくれ、もちろん振袖美人たちもいるからな。HKT48 の皆さん。アイドルとか有名人と成人式に出れたら最高だろうな。下心丸出しじゃねえか。まあ、気を取り直して北九州の成人式を見ていこう。まずはこの1枚。大名行列か。武士みたいに旗を掲げてポーズを決めるのが北九州の遊戯だ。がっつり個人名出た旗 SNS に上げてるんだよな。もちろん、この衣装や旗だけじゃなく、センス的なものにも個性的なデザインが施されている。思い出の記念品と考えればなかなかいいデザインですな。まさにいいセンスってな。あえて言わなかったんだよな。衣装のバリエーションも様々で、いかにもおめでたいって感じの全身真っピンクな衣装から、めでたさよりグラサンとリーゼントの圧がえぐい。普段からメガネかけてる新成人は、グラサンをかけるローカルルールがあるし。そんなしきたりねえよ。赤はゴレンジャー的な空張りだったり、首周りについてんのなんだよこれ。こんな感じの、紅白で小林幸子とか水森かおりが来てるよな。さすがにそのレベルは超えられねえよ。さらには全色一体となった、レインボー袴まで。目チカチカするわ。しっかりリーゼントもレインボー。さすがにズラだよな。髪のボリュームは要相談。パリピだった世界線の米津玄師。ただ色が少し足りないとは思わないか？十分だろ。いや、足りていない色がある。それは、白だ。君はそれでよかったのか？ってな感じで、代表的な北九州装束を紹介した。大多数がこんな衣装してるみたいに言うな。さらには、こんなコミケ顔負けのコスプレみたいな衣装をするものも。めちゃめちゃ当然のようにインタビュー受けてんな。なおこのアヒル氏はインタビューにて、これからも健康に気をつけて立派な大人になりたいと語っているぞ。その見た目でめちゃめちゃまともなこと言うな。また他にもこわもてな彼がインタビューに答えたんだが、彼はパン屋さんだそうだ。意外すぎんだろ。ちなみに一番うまいのはグラタンパンらしい。誰得情報だよ。てかテレビ局も何聞いてんだ。全員がやんちゃでこの衣装をしてるわけじゃないのがわかるな。毎朝4時からパン作る。早起き余裕。話聞くほどいい子じゃねえか。この日だけはやんちゃが許可されてるのかもしれないな。いやちょっと待て、やんちゃとかじゃなくてどういう状況？いや、彼は牛にまたがって街をかっ歩しているだけだが。だけだが？じゃねえよ。アヒルもいるぐらいだし、牛の一匹くらいはな。あれはかぶり物だろ。他にも、急にミット打ちを始める二人組もいたり。長い話聞いて体でも動かしたくなったのかな。それを楽しそうに眺めるひろゆきっぽい人と SP だったり。これは別に普通だろ。結構似てんな。ただ今年は、枠をはみ出しすぎたはっちゃけを見せる人もいてだな。交差点をドリフト走行し出すものが現れたんだ。これは普通に違法行為なんだよな。ナンバーもついてないし、何より危険だからな。ハメの外し方を間違えないようしっかり反省してほしいところだな。ただこれは北九州市じゃなく、別の地域での成人式だそうだ。さすが、マナーを守れる成人式。まあ、前例がなければ北九州市にこんな看板は立たないと思うがな。やんちゃしてんじゃねえか。まあ、そうやってみんな大人になっていくんだよな。何事にもメリハリのつけられる大人になることを切に願う。んじゃ、この動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。